らずに、こんな感じでパーティーすることになったおでん様たち。霊夢のこの発言はどうなるのか。姉妹パワーで価値を増やすおしゃれ泥棒たち。だが相対すると容赦のないお姉ちゃんだった。そして現在の順位はこんな感じ。それではパートに始まります。レッツパーティー。前回最後のミニゲームのリザルトからです。現在4位、ミニクッパの霊夢です。現在3位、キノピオのマリサだぜ。現在2位、テレサのフランだよ。現在1位、ヨッシーのレミリアです。順番は私からだね。というかオプ無駄にこったな。本当に無駄にならなきゃいいけど。そうならないことを祈るわ。あれ、使わずに仕掛けるのか。自分に使ったら5コインいるじゃん。仕掛けるならタダだっけ。自力で踏んでみせる。そんな都合よく踏めないよね。生きたらねー。そして赤マス。マジかよ。まあ仕方ないか。マリパ人生そんなものです。マリパ人生。マリパに全てをかけた愛すべきバカの物語。なんか壮大だな。そんな泣ける物語があるのか。その物語よく考えたらマリパやってるだけだよね。あと泣けるのか。私の手にはマルキューでした。今の会は終了のお知らせ。まあ終了して助かったけど。キューはマルキューなのは決定事項ですか。そうね。言い始めたの不乱だけどな。あと3マスでスターだったね。次の手目次第ね。私の番だな。カプセルは仕掛けないんだな。まだいいかな。というか手目次第で届くわね。7だったけど。あ、これ届かないわ。マルキュー以上なら届いてたな。うん、これは取られたかも。私次のミニゲーム勝たないとダメなんだよね。そうみたいね。使って入れ替わってもコインがないんだよな。仕掛けちゃうの。もったいないような。もう投げ切った。私らは助かるけどね。あ、しかもそこですか。大丈夫だ、問題ない。どうせ私じゃうまく使えないわ。何それ悲しい。あ、デメは10だったんだ。入れ替わってたらスターについてたわね。ついてもコインが20枚なかったよ。自分に使うと10コインは痛いよね。そう考えると使いどころが難しいね。まあ新しいのもらって気分転換するぜ。何かな何色がいいんだ。今は何色でもいいぜ。緑色だね。霊のごとく羽で見えないけどキノコだったぜ。なんかごめん、ミニゲーム始まるけど。あ、これってまた1対3かよ。変な運の使い方してるよね。こんなことに運を使いたくないわ。また私が一人側か。霊夢のせいじゃないか。嘘でしょ。何も言えないわ。あ、矢印ぴょんぴょんに決まりました。あ、あれ、まあ結局運よね。まあそうか。矢印があなたの運命を決めちゃうのさ。ゴールまで競争して運命力をうえしましょう。どういうこと。なるほど、理解しました。わかったんだ。 A でスロットを止める簡単なお仕事。今後わからないとダメかしら。いや今のままで OK。 目押しで生涯現役のパチプロになろう。いやならないからね。その心意気が大切なんですね。3人はいからく。なるほどな。やっぱこいつらには通じてるよ。そうか、抜きしたわね。そんなことより始まるよ。これも一人側有利だっけ。さあどうだろうな。おや、雲行きが怪しいぞ。これってどうだっけ。ミスがなければ3人の方が早いかな。とりあえず頑張ろう。もう早く終わらせるか。こっちは一気に3つ進めるのね。まあその分距離遅くなるから早くしようぜ。それでも私より早くないって。ミスったー。今のうちに行きましょう。またミスったー。こっちは今のところ順調だな。3連続でミスしちゃった。普通に下手ですね。まあ私も苦手なんだけどね。今のところ上手いじゃん。とか言ってたら最後にミスしたわ。え、最後なの。あと一歩ですけど。もう入りますけど。マジかよ。マリサも最後ミスしてるけど。あれだよ、余裕を演出しようと。本当は？はい、普通にミスしました。よろしい。で勝てたからいいじゃん。ですよね。私はボンビー一直線。キャラには合ってる。キャラでボンビーやってられないんですが。霊夢以外に10コイン入るわね。霊夢以外に。なぜそれを強調するの。順位変動しなかったね。次のターン霊夢はスター取れないな。あ、そうだった。忘れてたのね。まだみんなの出目が悪ければ。あれ、3って勝てなますね。あれこれって確か強制移動イベだぜ。マジかよ。スターから遠ざかるね。でもこれコインもらえたよね。え、マジで。じゃあいいや。いいのかよ。スターよりコインなんだよ。あれ、このゲームの趣旨わかってる。楽しく遊ぶこと。正解だけどそうじゃねえよ。割とコインもらえてるわね。滑るだけで15コインという簡単なお仕事。ボンビー脱出。私と4コインしか変わらないのかよ。あ、私の番ね。それ使うの。まだ使わないわ。さてスターに届くのか。ああ2以上なら届くんだっけ。ふふ最初のスターはもらうわね。順番で負けた。私はそれ以前の問題だよ。明るくダメ自慢されても困ります。もちろん交換を選んだわ。取られたけどまあいいか。次の位置が近いといいな。そうだねー。スターゲット。え、スターゲット。別に押すの力してないから。このおでん様割と切り返しうまいよな。え、何の話。ほら次の位置がわかるよ。あ、遠いわ。あれ、これ私近くね。私も近いかも。羨ましい。私は次に期待するわ。ほむ、私もそうしようと。ホムってなんすか。ふむ、ノアッシュ。マジでマジで。謎な会話してるわね。あ、渡るの。ホム、悩むわね。ちょっとマップ見るわね。あ、いいぜ。ついでに私も見るし。スターはマリサの方が近いね。あ、ほんとだ。でもこのターンで取れないとやばいな。うん、渡るべきか。めっちゃ悩んでるね。案外真面目だからね。その流れだとお前は不真面目だな。否定はしない。あ、長々考えちゃったわ。別に大丈夫だぜ。あ、決めたの。うん、今回は渡らないわ。この判断が後の展開に。それは
あるかもな。カプセルね、今度こそ移動系が欲しいわ。何かな何かな何色かな黄色だったな。あ、またこれ羽でイカ略。ごめんイカ略。不毛な会話ね。否定はしない。やっぱり。あ、私の番だね。今5ターン目だっけ。多分ね。よし、カプセル仕掛けちゃおう。え、このタイミングでなんか、デミリア狙いに見えるな。やだ、お姉ちゃんを狙うわけなかとでしたい。ご丁寧に踏みそうなところに、これは狙ってるわ。そうね、狙ってるし。あ、デミは7でした。何事もなかったかのように進め出した。なかなかやりおるわ。まあいいわ、考えがあるし。あ、私はかけてもらおう。あれ、この流れで無視？この流れだから無視されたんだろ。というか考えあるのか。いやー、想像できちゃったから。あ、そう？さて、カプセルは何かな？何かな？青みたいだな。青って特殊なものが多いわよね。つむじくんだったね。あれか、スター1買えるやつか。そうだよ。あ、ハテナマスだ。ここのイベってなんだっけ？あ、コインゲット系だ。いいなー。わかってたら私も踏めたのかしら。ああ、2枚取り損ねちゃった。別にいいじゃん。あ、そうだね。霊夢に悪いよね。あれ？なんで私が気を使われてんの？さあな、え、なんですかその顔は。あ、キノコ。あ、また置いちゃうの？コイン払いたくないんだよ。まさかの主戦と。うん、やっぱもったいないよな。それに。あれ？ 7 ってことは。あ、使わなくてもスターに届くのさ。でもすっごいギリギリですけど。うん、内心ドキドキしてみてた。結果届いてるけど。そこは届いてなかったオチじゃないの？それは霊夢の仕事だろ。否定はできない。否定できないんだ霊夢。さすがね。え、これ褒められてんの？それはあなた次第です。え、なんで小声で言うの？あ、スターゲットだぜ。あ、取られたの忘れてた。やっぱり。次のスターは？え、嘘だろ。え、ちょ、レミリア近くない？これは女神のカゴね。ダイスの女神ってやつ？フランのつむじくん使えば？順番的に欲しいかも。あと、使ったらお姉ちゃんが怖そう。じゃあ仕方ないな。仕方ないんだ。やっと4人でミニゲームが出たわね。あ、そうだな。このまま最後まで出なくても面白かったけどね。それは、うつ主が泣くね。まあ笑い事じゃないけどな。ギリギリ迷路ね。これは得意よ。マジで？できれば1位の勝利は阻止したいぜ。電気の迷宮を踏破したら、世界樹的なゴールがあったりなかったり。世界樹的なゴールってなんだよ。東方の迷宮2、やってたな。そこ隠す意味あるか？最初それの実況を作ろうとしてた。って裏話。どうでもいいです。キーテンのご機嫌は、秋の空的なロマンスしてるので注意しようぜ。あと、どうでもいいってひどくない？あ、始まるんで、お静かに。しょぼん。ロマンス破れたり。もうなんて言えばいいのか。もう気にせずこの迷宮を踏破しましょう。あ、そうね。さて、これ苦手なんだよな。奇遇だな。私もだぜ。あ、でもこれ、無理でした。うん、見てた。変わらなか、いけたのに。あ、これ、と思ってた時期が私にもありました。あ、なんか終わってた。あ、ほんとだ。まさかの無心ですか？じゃあ仕方ないな。なんで？魚心に水心的なやつじゃない？余計意味わかんねえよ。あ、ちなみに私が勝ちました。まあ私は49枚あるし、いいけどね。私は、勝ちたかった。私も、コイン12枚はきつい。6ターン目ね。そうだね。もう今回のスターは無理かな。そうだな。次にかけるしかないな。メガネのカゴです。え、メガネのカゴ？それだとうつ主のカゴみたいじゃない？操作的に間違ってはないな。なんかめたい空気を感じた。気にするな。あ、そうですか。ハンマーブロスのカプセルだったね。やっとお邪魔できるよ。すごいブブ付けがしたいわ。あ、そろそろ帰れってこと？お邪魔するなら。ってことだろ。あ、私の番ね。そういえば考えがあるって。あ、やっぱり。なるほど。フランのハンブロー。コイブロで上書きしたわ。踏んでも支障ないしな。ええ、まあいいか。そしてスターもいただくわ。8か。届いてるな。あ、やっぱ取られた。この3ターンで2個ってすごいね。橋をかけなくてよかったわ。あそこで渡ってたら運命が違ってたのか。そうね。今日は運命力が冴えてるのかしら。メガネのカゴに運命力って最強じゃん。だからそれうつ主。アービカリホモのカゴ。正確に言わなくてもいいから。そもそも普段かけてないし。細けいことはいいんだよ。ですよね。あ、次の位置は？あ、地味に遠いわ。私は、遠いね。じゃあ私も遠いな。ふふ。私は近いかも。そうみたいね。次にかけるか。そうっすね。霊夢赤マスだったんだ。またあれってことか。え、あ、まだ2体にならいいけどね。あ、赤マス踏めってこと？いや、狙って踏めないでしょ。そりゃそうだ。あ、つむじくん仕掛けるのか。おや、仕掛けて自分で踏まないでよ。それは霊夢の仕事じゃない。否定はできない。お前はそんなあれなの？あれってなんだよ。あれってこんにゃくみこ。そろそろ忘れた頃に出してくるなよ。え、霊夢って喉に詰まるの？私こんにゃくだたけしてないっす。なんなんライフの？こんにゃく霊夢なわけない。まさかの乗りツッコミだと？お、初めて見たかも。あれ、思ってた反応じゃなかった。どんないける？くる？あ、マリサの番手でには8ね。あ、ご丁寧にどうも。あ、やっぱ1対3ですか。まあ、霊夢のせいですけどね。バカにしないでくれ。6回ミニゲームやって4回1対3だな。それで霊夢が1人側なのが3回目ね。あ、ガチで私のせいじゃん。まあ、サイコロ運もあるから。まあ霊夢の運の悪さのせい、かな。吹っ飛びたわね。不得意だわ。え、マジで？私も苦手だよ。お一人様は3人が乗った何かのだよ。ハンマーで破壊活動。3人は嫉妬の炎を軽く霊しながら場外に飛ばされないよう大乱闘します。最後の方別ゲーだな。そうだね。あ、私もこれ苦手だから。あ、これワンチャンあるかも？ちょっとやばいかな。まあ頑張りましょうか。せめて一撃は避けないとね。お一人様は駆け引きを上手にこなして、三人を、力
して騙しましょう。なんで地味に嫉妬っぽいんだ。3人は上空4000メートルからのスカイダイビングに気をつけよう。マリサが突っ込むから帰ってきたわね。あいつ割と引き出しあるよな。そうか。あ、始まるわよ。よっしゃ、頑張るぞ。一撃場外は避ける。目標低いな。手帳ギリギリ。二人とも集中しなさいよ。え、あー。そうでしょ。あ、いただきますよ。やったー。何気に初勝利。終わるの早かったな。逃げ決めって飛んだ。あ、軽く意識も飛んでたわ。意識も場外ってこと？ショックが過ぎやしませんか？あ、3ターン経ちましたので、今回はここまでです。今回最後に勝てたから満足。では皆さんご視聴ありがとうございました。じゃあな、バイバイ。バイバイ。またね。レミリアに追いつかないとな。あ、頑張ってね。もうすでに諦めてらっしゃる？